はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サカ、スカーレットグレイス、続きをやっていきましょう。とりあえず大蛇の蛇は片付けたので、アスワカに行ってお父様を取り戻すところですね。サンドリア州に行くためにとりあえず国見城に入りましょう。サンドリア州へ向かいましょうか。よし、行こう。そうすると新しい州に行ったからまたセーブが入るな。サンドリア州、あれ、ヘビが出てきた。あれ、これ倒さなかったっけ。あれ違ったの、前回は。どういうこと、どうして。メーマ、サウノックとのつながりは断ち切ったのに、サウノックの針が体内に残っているのでしょう。苦しんでいるように見えます。なるほど、私たちが針を取り出せばいいのね。やりますか姫。おとなしく取り出せる玉ではないと思いますが、針を消し去ることができればひょっとすると兄様も。やりましょう。私に命に変えてもアントニウス様を。命は大事に命大事にでいこう。作戦は命大事に。別にセーブする必要ないよね。最後の戦いよ。あ、近づいたら勝手に戦っちゃったハードか。でもまあね、例によってまただいぶバイトはしたんで、めっちゃ強くなってますね。メンツはいつものメンツでいって、水のね、術をね、覚えました。毒斬りと生命の雨か。色が違う。しかもなんか変なのが突き刺さってるよ。あ、これは敵か。なんかやってくるね。毒斬りで毒にできるかな。毒斬り自体はね、そこまで攻撃力高くないですよね。音速剣で解除できるかだな。で、大木弾。よし、これでいこう。まあ毒斬りは詠唱2ターンで終わるのがいいかな。あー、インタラプトしてくるんだ。突き刺し剣一応ガードできんな。呪縛、何、何、どうなった。そうするとインタラプトがめんどくさいなぁ。はやぶさ斬り大丈夫かな。関節技を使わなければ大丈夫かな。スイングダウンでいこう。このね、割り込みをね、2種類持ってるやつが厄介なんですよね。関節攻撃も持ってるし、通常攻撃にも対応してくるっていう。これ何、マジで結構強いな、このなんとかデバイス。あー、混沌、生贄、よくわからん。毒になんなかったね。しかも、まあ、まずは B を倒すか。二刀十字。そうするとやっぱりちょっと将来だな。で、大木弾の狙い撃ち。よし、これでいこう。強いね。いけにえ。あ、行動変更。なんだ、ドン。あ、やべ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 、混乱になった。何、あいつは身代わりになるのか。ちょっと待ってね。そうするとここをまず流し切って挟もう。で、二刀十字の大木弾。ここでね、連携が発動できれば強いんだけど。
確かそういう技持ってんのかな。しかもあいつがさ混乱してるけど大丈夫？うわ、誰も選択できない、みんな勝手に動き上がる。とりあえずこれでなんとかする。おらららら。中枠。行動変更。インタラプトされた。おら、早く。スイング。ダン。大地の波動。え、やばい。めちゃ強そうなんだけど。うお、なんだこれ。くは。本気が出た。防御力アップするじゃんっけ。よしよしよし、むしろさこんなになってほしいんだよ。3しかないよ、3しか。まあ、二刀十字でちょっと P を狙おう。大木弾で P を狙って確実にここは連撃を発動させよう。二刀十字詠唱し始めたな。何を詠唱したんだ。行動変更、身代わり、コンプトン。すげえ厄介だな。そろそろ船長がやられるぞ。よし、混乱が解けた。うわはは、またか。はやぶさ切りの、ちょっと待って、なんとなく音速剣弾かれるかもしんないけど、ちょっと厄介だな。ボス本体にまだ全然ダメージ当ててないんだよね。どうだ。よし、リザード解除、これで連撃発動。しかも死に方がボスの死に方だな。ほらほらほら、バンダライズ終わった。あ、そうか、なんか針を倒せっていう話だったっけ。いや、そういうことね全然何も考えてなかったわ。今度は特技をちょっと鍛えていきましょう。おお、全部すっげえな、めっちゃくちゃ手に入れた土はね、めっちゃいっぱい持ってるんですよね、結晶を。で、さらに土の結晶40個。火が欲しいんだよね、火が。火手に入んねえし。大地の蛇、これで安らいでくれるかしら。アントニウス様の容態もずっと安定したようです。おお、アントニウス連れ回ってんだ。一旦シルミウムに戻ると、体勢を整えてお父様を取り戻しましょう。おお、メーマ・サウノックの野望は砕かれ、大地の蛇は安らぎを取り戻しました。この栄誉は皆様のものです。みんなありがとう。お、サンドリア州で大地の蛇を沈めてから20日ほど経ったある日、ドニクム州シルミウム。あ、ヤマトだ姫、アントニウス様がお目覚めになりました。すぐに行こう。おお、ユラニウスケ跡継ぎ。ああ、
そうか、まだ父上は助けてないのか。自分はすぐに動けそうにない。もうモンドさ、あんまり戦闘出てないからね。頼むって言われても控えメンバーなんだよ。あ、エリセトちゃん、あれ何にも話さない。何かご心配ですか。また何か大きな異変が起きそうで。私も行くわ。いや、お前来てくんないとさ、マジうちの戦力ガタ落ちだからね兄様のそばにいてあげてくださいじゃないよ。さあ行きましょう。いやー、ありがたいありがたい。まあ、ここは一応セーブをしておきますか。シルミウムの施設を利用する。産業開発がね、なんかいまいちよくわかんないですよね。何にもないしみたいな。とりあえず鍛えられるものがあるか。鍛冶屋、金が得意か。そう、火がね全然足りないんですよね。魚鱗の鎧貝、結構強くねこれ。いろいろ使うけどそれなりに持ってるからな。これ作ろう。オグニアナ。ああ、そう、これだよね。基本的にもうみんな、鋼鉄の鎧とかそこら辺になってて、鍛えられるものはなしか。で、どこへ向かえばいいんだ？ボートハウスとかってなんだ？ボートに乗るかい？ドニクムに平和が訪れたからね。どういうことよくわからん。ネクは州の教会、これどこに行くんだっけ。あー、ビキロニ。ビキロニ州ってどこだっけ。最初の方とかも忘れちゃったな。あ、なんか新しいところに行ったぞ。ビキロニ辺境州。アスワカンと方角が違います。分かってるわ。少し気になることがあるの。いや、なんだ、全然気になることなんてないぞ。で、そうか、新しいところに来るごとにセーブが入るからな。なんか気になることある。全く分かんないんだけど。ここはなんかなんとかフォレストになってるけど。ってかめっちゃ広。アンキアーノ、辺境の町、会話。井戸の縁に腰掛ける美女一人、次の瞬間その美女は姿を消してしまうのだとか。美女が失踪、噂というより事件ですなってどこに行くの。ああ、あそこか。何やら事件の匂いがするから行ってみるか。謎の印。この辺りに美女がいるはずですが。井戸があるはずなのよね。情報を信じる。お、なんか出てきた。井戸発見。本当に美女がいますな。本当に井戸の縁に腰掛けているわね。もうこの二人対立してんな。では次は消える番ですが。消えた。そうじゃない、井戸に落ちたのよ。助けなきゃ。そんなバカな、美女が消えた。調べてみよう。危険です姫、ここは私が。とー
ってしまった。だって大丈夫モンド。意外と不幸ございました。大丈夫です。少し調べます。やはり何もありません。隠し通路や仕掛けも見当たりません。どこ行ってしまったんだ。あの美女自体が幻だったのかもしれません。そう考える方が納得できます。謎は深まった。一体何だったんだ。もう一回ちょっと戻ろう。また噂があるだろうか。会話。魔物でぎゅうぎゅう詰めの洞窟が見つかった。怖いもの見たさ。ちょっと見てみたいわね。魔物でぎゅうぎゅうって連戦か。今度はこっちか。魔物がぎっちり詰まっている洞窟があると。やだなそれ。2戦か。行こう。ノーマルノーマル。ま、メンツはこれでいいでしょう。おわ、いっぱいいる。魔物でぎゅうぎゅうだけあって、まあ、やっぱりね、将来が強いんだよね、将来が。あとは、端から勝たしていくか。はやぶさ切りでいくか。これだけ多いと敵の連撃の発動も可能性が上がるからな。ハテナハテナハテナがあって、これはなかなか難しいね。順番が流し切りでここまで来れるか。で B を狙って、失礼剣で、いや音速剣で解除した方がいいか。で大爆弾狙い撃ちと。弓使いがな、もう少し早ければいいんだけど。音速剣で解除。よし、狙い撃ち、流し切り。いやこれはまたちょっと微妙な順番になってんな。流し切りで前に行かないか。失礼剣も結構後ろに行ったりするんだけど、特にそういうことはないから。手前から倒していくか。真ん中の B とかね、倒しちゃうとかなりの連撃が発動しちゃうからな。3残っちゃったな。スイングダウンでいこう。で待って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 、二刀十字を使えばいいんだ。でこいつも兜割りだな。よし、これでいこう。なるべく先頭から倒していきたい。術が発動する前に二刀十字。よし、倒した。さらに兜割り、 OK、 いいね。でまあこれでね、 E が倒れても大丈夫でしょう。死人呼吸。さてそこから、流し切りで前に出れる。で失礼剣で、こいつをバンプさせる。あとは A を倒す。そっか、こいつは殴るか。弓がね、もう少しランク1になってくれれば助かるんだけど。失礼剣で後ろにずらす。でこいつを倒して連撃発動させる。
で余った E はぶん殴って倒すと。ヤマトがねだいぶ素早さが遅いんで、全身鎧をね装備するとねやっぱりねめちゃくちゃ落ちるんですよね。だいたいね一番後ろの方にいると。でそこで流し切りをやると素早さが上がるから、まあ、割り込んだりできると。なんか言ってんね一番後ろのやつが。これは解除しておこう。でそこから将来準備。わーこれはそうか、これ使ってきたな、忘れてた。なんか前もこれ使われたことあるな。ピンタ痛い。いろんなやつが速さ下がってんな。で、どうしようかな。 C の方が倒しやすいかな。全員でかかれば B も倒せたかもしれないけど、先に C を倒して連撃を発動させておくか。よし、B を倒したいけど、一番後ろのやつなんだ。これでいいや。ここはカブト割りでいくか。でスイングダウン。植物の方は間接でリザーブ横を解除できると思うんだけど、どうだ。ほらよし、あとはこいつをボコる。くらえ、ミスりやがった。マジかよ。まあいいか、しょうがない。やはり将来だな。将来はほんと強い。まあただ将来はもうランク2になってるから、毒斬りを中心に上げていこう。あれ終わった。結局魔物退治で終わったんだけど、またなんかあるね。くだらない噂を知らないかい。そういうのが好きなのか。井戸は怪しい。井戸結局何だったかよく分かんなかったな。もう少しこのマップを見てみると、あそこに街があるね。カプレーゼの街、怪しげな連中が集う海岸の街。ガードリング会話聞いたか。何でも南の方で巨大な足跡を誰かが見たって話だ。遠目で見ただけらしいが、かなり大きさだってな。巨大な足跡、少々気になりますが、どうしますか。一度見に行ってみようと。特にまだ何もないよね。おお、あそこか。ここも噂の街なんだね。ここか、噂の地点。巨大な足跡があるらしいけど、え、これ何？信じて、一応信じておこう。お、足跡が出てきた。お、なんだ、敵か。これは足跡ではありませんぞ。
魔物の群れですな。かなりの数のようです。どうしますか？もちろん退治する。うわぁ4連戦でも、まあイージーイージーイージーノーマルだからなんとかなるかな。イージーは2体だからね。もういいよ、普通に倒しに行こう。イージーの場合はね、障害を発動させる前に戦闘が終わるからね。して狙い撃ち。でもどうせだったらな、ちょっと瞬速の矢をまずランク上げたい。あ、二刀十字倒しちゃうわ。だからこっちだな。ちょっと待って、こっち戻して、まあ大木なんでいいか。ライトニングピアスを使ってきてたね。ライトニングピアス強いんだよね。よし、OK。もう、ピロリ。ヤマトめちゃくちゃヒットポイント上がってんな。さて、2戦目も同じような感じであれば、サクッといけるけど。ただ敵は3体か。でもこの数であればこいつをまず倒そう。でこいつは大木弾が特攻になってるから多分連撃は発動できると思うんだよね。あ、バンプした。マジか、考えたな。で、今度はちょっとフレームアローだな、やっぱり上げたいのは。あ、ディレイニングピアスか。移動十字で倒して、連撃だけじゃ多分死なないと思うんだよね。そこにフレームアローを叩き込めば、戦闘は終わるはず。この差はな、結構、先のことを計算するのが必要だからな、一旦。しかもフレームアローじゃ倒せなさそうだし、まあ、倒したか。ランク上がんなかったね。まあ使い続けていけばいつか上がるでしょう。おお、直剣18、弓18、へいへいへい、体験18。いや、今のメンバーはね、めちゃくちゃ安定してきたな。ここも3体か。しかもなんかめんどくさそうなやつだな。じゃあとりあえず、まあ、防御してるけど、戦闘を狙っていくのがね、やっぱりセオリーなんだけど、ドッキリは使っとくか。戦闘に参加しないとね、上がらないからね。水の術のレベルも上げておきたいから、こういう時に経験値を稼ぐというのも一つありだな。で遅くなるやつがいるんだよな。ハイパーハンマーちょっと遅くなりすぎだな。なんでヤマトこんなさ前にいるんだ。まあいいか、前から順に倒していこう。A が倒れてもちょっとめんどくさいんで、二刀流で勝たす。
ね、将来を使うまではないんだよな。肩がつくからも。フリーマロ使えねえし。フリーマロめっちゃ、あれだな、消費するな。あ、その分強いっちゃ強いんだけどね。ランク上がれ。ダメ、あー。そうだ。もうちょっと使い込まなきゃダメか。はね、ちょっとまだレベルが低いんですよね。だいたい今18前後か、上がってたけど。でここはノーマルだから、将来を使っていった方がいいかな。敵もいっぱいいるし、まずはちょっと将来を唱えよう。でその上で倒せそうなやつなんだけど、こいつは特攻があるから、でこいつはちょっと減らしとくか。どこ来た、どこになっちゃったよ。めっちゃ転がってきてんの。ちょっと E の前に割り込みたいんだよね。流し切り、よし、 OK。で、かつ D を攻撃しつつ、大黒弾は D で、狙い撃ちは E で、こいつも早く先入れて E と。これでどうだろう。で、倒すでしょ。一番後ろのやつか。まあいいや。で、あとこれで D を、うわ、綺麗。マジか。あ、一応連撃が発動してと。一番後ろのやつめっちゃ狙われてんだ。さらにこれで A を倒せば問題なしだな。神速三段突き使おう、これを上げたい。フレイマードを使おう、これも上げたいと。ただ将来で勝負は決まりそうだな。おお、しないっす。神速三段突き成敗。おお、決まったね。やっぱり将来だよな。めっちゃ強いわこれ。よし、キモ18か。今だいたい18だね、やっぱり。ここも結局モンスター退治か。ようやく全て倒しましたな。かなりの数だったものね。さっきのさ、洞窟にモンスターが詰め込まれているよりいっぱいいたよね。なかなか珍しい現象ですな。それは何はともあれ噂の真意は確かめられたんです。これでよしとしましょう。うん、なんだか逃げ切らないわ。え、どういうことよ。ああ、これこっち行けんだ。もう一回ちょっとこっちの町に戻りますか。会話、お宝ザクザクの洞窟。この手の噂は信じないのが一番です。そうね。ああ、そうなんだ。信じないってやってみる。どうしようか。そこね。じゃあちょっといいところになりましたので、今回はこれで終了して、次回はちょっとお宝ザクザクですね。まあ怪しいっちゃ怪しいんですけども、とりあえずバッテンのところに行ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。